はい、サイモン君です。お久しぶりでございます。なんか久しぶりの動画投稿になった気がするんですけれども、今日はですね、僕が最近趣味で持ち出しているこちらのカメラですね、ニコンの ZFC に最高なレンズの組み合わせを見つけたので、今日はね、ゆるりと作例見てもらいながら紹介していこうと思います。カメラ始めたけど何を選べばいいのだったりとか、可愛いカメラ欲しいんだよなっていうね、カメラ選びしている方とかにも見てほしい動画になっております。それでは行ってみましょう。そんな感じでですね、今日はこちらのカメラですよね。僕をツイッターでね、フォローしてくれてる方はわかると思うんですけれども、去年の年末あたりぐらいからね、マジでハマって使ってるカメラなんですけれども、ZFC っていうね、ニコンの APS-C 機ですね。こちらすごいね、クラシカルなデザインで可愛いカメラなんですけれども、こちらにね、つける組み合わせのレンズとしてめちゃめちゃいい組み合わせを思いつきました。で、単刀直入に言いますと、ニコンのね、オールドレンズでございます。今日は難しいレビューの話はしないんですけれども、こういう方法があるよみたいな感じで気づきになればいいなと思っております。はい、今日は改めまして、ニコンの ZFC を紹介していこうと思います。こんな感じでですね、デザインがなんといってもめちゃめちゃ可愛いんですよね。で、なおかつ軽いのと、APS-C 機なのでね、約12、3万とかで購入できるのかな。詳しい値段はね、ちょっと貼っておきますね。で、それにですね、最適な組み合わせを見つけたんですよ。はい、こちらニコンのオールドレンズのですね、50mm の F1.2 なんですよね。F1.2 とめちゃめちゃ明るいレンズなんですけれども、こちらをね、チョンギって読むのかな、このレンズターボ2っていうね、このアダプターつけるとですね、なんとフルサイズ画角に近い画角で使えるんですよ。で、さらにですね、1段明るくなるということで、このレンズがね、めちゃめちゃオールドレンズを味わえるレンズになるんですよ。やっぱりね、周辺まで使えるっていうのがめちゃめちゃ嬉しくて、で、APS-C だとね、1.5 倍クロップかかるので、画像の中心を使うんですけれども、こんな感じでフルサイズに近い画角で使えるということで、周辺もね、味わえるよということで、この組み合わせね、一つあるじゃないかなと思います。発見したなって感じで気に入ってね、今使ってます。で、ピントリングもですね、この、スルスルっていう感じで、すごいいい感じです。結構開放は非常にソフトな描写で癖ありかなと思うんですけれども、そういうね、癖のあるポートレートとかスナップとか味わいたいよって人にはね、マジで楽しいんじゃないかなと思います。ZFC みたいなね、カメラにつけて日常使いしてね、遊ぶには非常にね、いい組み合わせ。なんといってもね、見た目が可愛い一本でございます。まあそんな感じでですね、作例の方を見ていただきましょうか。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。この組み合わせめちゃめちゃいいでしょ。開放はね、やっぱりクラシカルでね、やっぱ滲むような描写といいますか、すごいね、味がある描写をしてきます。この写真とか非常にわかりやすいんですけれども、いい感じでね、滲んでくれてたりとか、すごいね、クラシカルな写りがゴールであれば、この組み合わせね、非常にいいんじゃないかなと思います。あとはですね、なんといってもですね、この見た目ですよね。ルックスが本当に持ち出しててね、すごい気持ちいいんですよね。それこそですね、このニコンの ZFC は元ネタがね、フィルムカメラからね、来てるデザインなので、まあ見た目だとね、この組み合わせだと本当にね、街でね、え、フィルムカメラですかって声かけられるんですよね。はい、こんな感じでですね、今日はね、僕にしては珍しくね、もう家の地べたに座ってね、本当に友達と話すような感覚で、カメラ雑談して紹介したんですけれども、今年はね、ちょっとテーブルに座っちゃうと、硬いレビューというか、真面目なレビューが僕多くなりすぎちゃうので、ちょっと家でね、こんな感じでゆるりと回しながら、ちょっと解説するみたいなのもやっていこうかなと思いますので、こんなね、ゆるい動画結構好きですとかね、もしお声があれば、今後もやりたいなと
思うので、ぜひねコメント欄で教えてください。で ZS-C の動画なんですけれども、レンズを変えてねまた近日レビューする予定のものがありますので、そちらもね楽しみにしていただけると嬉しいです。で今予定している動画だと ZS-C でレンズを変えたバージョンと、あとねライカの SL2S にねとあるね中華レンズを組み合わせてめちゃめちゃ良かったので、そちらもレビュー動画出そうと思っています。今回の動画もね楽しかったよいいなって思ってくださる方は、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ちなみに僕はね ZS-C のねブラックモデルを待ってるんですけれども、一向に出ませんね。その間ねシルバーをお貸し出しいただいてたんですけれども、まあもうね返却日がね来たということで、こちらをお返しするんですけれども、いやーブラックモデルね早く出てほしいね。ブラックモデル待ってるよって方ね言いましたらね、あのコメント欄で教えてください。この組み合わせとブラックとかめっちゃいいと思うんだけどな。はい、こんな感じで今日は簡単に締めたいと思います。じゃあねバイバイ。